ちょっと無理。今回は三国志十三パワーアップキット実況していくんだぜ。前回ははるばる慶州から呂布の元に悲観したけど速攻で滅ぼされたところまで。なんとも言えない気持ちになってしまったんだぜ。正直何やってたんだ感半端ないもんな。大して鍛錬もしてなかったし、多少高順と仲良くなった程度だったか。多分そんなところを。ああ、忘れてた。良家と仲良くなったんだった。そうか、そうだったな。高順より良家だったか。東洋に応じてもらえなかったし、なんとか絆武将になったところで滅ぼされた気が。だから実質何もしてないというところなんだぜ。最後多少奮戦したけどな。何の役にも立ってない感は半端なかったんだぜ。問題はここからどうするか。蜂蜜に仕官するか、早々か、ダットやろうか。いろいろ迷ったんだぜ。だけど、呂布がいるところに行きたいからな。呂布は今蜂蜜の捕虜だから高確率で蜂蜜に登用されるんじゃないかと思われるんだぜ。そうなるとってところかな。ああ、蜂蜜のところで一旗あげてやろうじゃないか。蜂蜜を皇帝にしてやるのも面白いかもな。勝手になるかもしれんが。それもそうか。良家から手紙が届いた。どうやら曹操軍に仕官したようだな。曹操軍に行く選択肢はないかな。どうせ強くなるだろうからな。まだどうするか悩んでいるうちに、蜂蜜さんが皇帝になるイベントが発生。そうか、皇帝になったか。規定だけどな。偽ではあるが皇帝ではあることに変わるまいよ。そうだけど、力のない五冠皇帝よりも蜂蜜帝の方が力があるんじゃないのか。微妙なところだけどな。ヨレイキが蜂蜜帝に仕官してる。行くしかないか。ヨレイキと結婚するのが目標の一つだからな。話がやっぱりダイヤでは難しいか。蜂蜜帝に仕えて身分を同じにしなきゃな。でも、どうしようかうじうじしつつ、ヨレイキの気を引くため頑張ってお手伝いしたり。これで交換状態になったから。訪問して、どんどんと親密度を上げていく。この後は指示をしてもらい、徐々に親密になっているはずなんだぜ。これが正しい道なのかは謎だけど、在野でやることなのかって気はするよな。かといって旗揚げするのも違う気がするしな。武を極めるなら統治などという煩わしい問題に関わりたくないからな。指示終わりには一騎打ち仮説戦が起きて、勝てば何かしら特技をもらえるんだが、問題は軽動 A で余霊機に勝てないこと。武力が10も負けていてはな。やろうと思えば勝てなくもないのかもだけど、てか余霊機が方天が撃っぽいの持ってるんだけど、少し卑怯じゃないか。うまくはまれば武力差10は弾き返せるかもだけど、今の私にはその経験が不足していたんだぜ。逆を言えば武力が高くても負ける可能性もあるわけで。うん、崩しは必殺も崩されるのか。黙って攻撃しておけってことだな。相手の手札が見えてるかどうかもでかいよな。あれの基準がわからんが、攻撃の時に防御して審議体を貯めて必殺が正解なんだろうな。最後の最後で崩してくる可能性は低いし。やってみてわかったことだが、2から4回目の3回の中に2回程度織り込んでくる感じなんだぜ。多分見てる方々は知ってるかもだけど、私の経験値がほぼないからな。いい加減在野でいるのがきつくなってきたので、自ら悲観することに。誘われるかなと期待していたんだが、誘いはなかった悲しみ。ここからは余霊機との結婚を目標に、あとはできるだけ他の武将と絆を結んでいくんだぜ。それが力になると信じて。いい考えがあります。てか親近感はすでに80になってるのか。あとは交換か感謝状態にして話せば絆武将になれるはずだが、好きなのは武具関係か。まだ何かあったか。帰還したと同時に攻めてきやがる遊戯軍。今まで何もなかったじゃないか。プレイヤーのいる勢力に襲いかかる差がは捨てられぬか。ほんと腹が立つな。軍を編成してるな。出番はないだろ。と思ってたら蜂蜜帝から出陣の指示が。やれと言われればやるんだぜ。帰還して1ヶ月程度で軍を率いることになるとはな。期待されてるならやるしかないな。先発してた連中を追い越し、
どんどんと攻めてきてやがるな。うまく括弧撃破できればなんとかなるかな。そう思いたいな。よふと高順は要所で待ち構えてるな。こっちは先発していた部隊と合流して調子を叩くんだぜ。ほぼ互角だな。軽動営の采配にかかっているということか。やるとしよう。長領がいるから安心かも。騎馬編成だから走り回ればなんとかなるだろ。いざ開戦。敵は4部隊か。こっちは長領2旅、霊気の3人。撃って出るのが正解か。長領と霊気が敵本陣に突撃してる。高順が援軍で到着。これで兵数的には勝っているな。長飛とは戦いたくないから。避けつつ、他のを撃破して戦果を稼ごうじゃないか。ここで呂布も到着。もう勝っただろ。そんなに兵数が多くない悲しみ。呂布一軍でよかったんじゃないか。本作は手数も重要だから。それもそうか。高順と一緒に長飛を攻撃しつつ本陣が落ちるのを待つ。これでも食らえ。高順が強いからゴリゴリ削れているな。軽動営の賞金工作で士気も下げてるから。これは味方か。諸国増えた気がする。もっと連れてこいよな。長領も参戦して長飛を叩いていく。候補数勢が壊滅。流れは蜂蜜軍に来ているな。このまま壊滅させてしまえ。誰かが壊滅した。誰かわからないくらい早く老子が消えたんだぜ。消費税を撃破。よし、これで第一波は防いだな。残り半分が勝敗方面から攻めてきてるから、次はそっちで戦果を稼ぎに行くか。勝った。なんだ、劉備軍は弱卒ばかりか。頑張ったつもりだけどまさかの9位。全然だったか。次は頑張るぞ。次は要所での戦闘だ。すでに長領たちが戦っているな。助けに来たぞ。あれ、倍まではいかないがかなりの兵数差があるな。気をつけて戦わないとやられるかも。今こそ勝機だ。おお、呂布が来た。これでもまだ1万近い差があるのか。これはかなりまずいかもな。呂布と長領が敵本陣に特攻してる。これは軽動営も行くべきか。行くしかないでしょう。と言いながら陣を破壊していく。これも重要だろ。一応な。やばそうに見えて。助けに来た劉備軍の部隊を。どんどん撃破していく。さすがだな。あれを目指したいところ。すでに兵数差が逆転してる恐ろしさ。こっちはほぼ損害なしなんだが。呂布軍はなんでこれで負けたのか。3都市を同時攻撃されたのがきつかったんだろうな。それも3勢力に同時にだもんな。呂布の人望のなさがなせる技だな。ここで軽動営が初の仕事を。遅ればせながら敵本陣攻撃に参加するか。もう終わりそうな気配があるけど。関雲長の部、戦列と共に試合。敵本陣を制圧して劉備軍を撃退完了。これで当分は攻めてこないだろ。7位か。少し上がったな。呂布と長領がいる状況で上を狙うのは厳しいか。劉備軍を撃退して平和な日々に戻り。報告します。地味に仕事した。軽動営ならこれくらいはな。光栄に存じまする。伝令が伝えるのかよ。おお、品感が上がった。とはいえ、まだまだなんだぜ。少しずつ出世していく楽しみもある。それな。唐突だけど矢島将軍に任命された。もらえるものはもらっておくんだぜ。統率と武力が上がるのは助かる。平和になったのつかの間、また劉備軍が攻めてきた。劉備軍のどこにそれだけ動員する力があるんだ。3都市で6万だから、1都市あたり2万か。そう聞くとできなくもなさそうな気がするな。北では、炎将軍が城兵を攻略して高孫三軍を滅ぼした。13では城兵攻略も楽そうだな。兵数でゴリ押しできるからな。今回は蜂蜜帝に従う形で参戦。兵数差がもうかなりあるが。すでに陥落間近な状況。一応見えないところでこういう戦闘はしているんだな。なんか恨みでもお持ちで。
多分だが、これはここで言うセリフじゃない感が半端ないな。兵数差は倍近くある。ここから逆転できるのか。やれることをやるだけだな。馬手で入ってきた劉備撃破を目指したけど、完全に抜かれたな。これは勝ったな。わ、周遭が呂布に勝っただと。大金星どころの話じゃないじゃん。一週間は大宴会していいレベルの勝利なんだぜ。どんどん壊滅していく。これは無理か。敵本陣を狙うのもあり。ワンチャンにかけるしかないだろ。敵本陣に走っている間に蜂蜜製が、さらに強量も、余霊機もやられ、呂布までも。これはもう負けたな。玄白子が滅んだ。徳王も言ったか。もう引きがないのか何なのかわからないけど身動きが取れない。やられるのを待つのみか。なんともならず、ここで本陣が落ちて敗北。なんとか逃げることには成功したけどってところ。紅葉は落ちたか。序南二十春、紅葉って横に長すぎて守りづらかったからいいんじゃない。年が減れば動員力も下がるんだぜ。そこは痛いかもな。蜂蜜帝に次の策があればいいんだが。地道に働きつつ親近感を稼ぐ日々。なんだと。紅葉に攻めてきた数より増えてるし、劉備軍は蜂蜜軍を滅ぼすまで止まらないつもりか。曹操軍がおとなしいというのに。他で忙しいからかもだけどな。とにかく迎撃だ。本陣に攻めてきたのをうまく撃破していきたいところだけど、関羽に劉備までついてくる。小鎮工作がどこまで使えるか。結構削れてる。孫権勢を撃破したんだぜ。これはもしかすると。ただが、あくまで孫権が弱かった説もあるからな。それはあるかもな。慢心せずに残りを迎撃していくんだぜ。ここで劉備軍に援軍が。うちには援軍は来ないのか。序南から向かってるかもだけど、さらに劉備軍の援軍が。もう無理だろ。倍じゃ効かない差があるからな。余霊機が何とかしてくれるはず。今それどころじゃない。また劉備軍だ。もうダメだろ。ここでようやく蜂蜜帝が援軍に。問題は1万も来てないことだな。蜂蜜軍はもう動員力が尽きてると思われ。この戦いに勝てたとしても次はないかもな。蜂蜜帝も滅びる運命にあるのか。せめて劉備だけでも討ち取りたいんだが。それすら厳しい戦況。ここでさらに援軍が。呂布が来てくれたか。これは少しなんとかなるかも感は出てきた。結構削ったけど、ここで軽動営が力尽きた。やることはやったんだぜ。あとは他の方々に頑張ってもらうしかないな。ギリギリなんとかなりそうな気配はあるしな。暇つぶしに内政してたら再度出陣指示が。まだ戦っていたのか。承知した。我が部、ご覧に入れましょう。さあ、行くぞ。戦況は五分五分じゃないか。これは勝てるかも。着手する、策がある。援軍到着で互角なのもやばいが。話があります。とにかく本陣近くの劉備軍を叩いていく。ちまちまと潰せば後はという気もするからな。うかつな。これでどうです。地味に減らないときは減らないな。何事。ばっかじゃねえの。勝てるわけがないだろ。清流円月刀の錆となれ。一撃だ。ひどい話なんだぜ。いつか関羽や張飛とまともに戦えるようにならねば。そこが最終目標かもな。そして怪我をしたので舞台能力がだだ下がり、まともに戦える状態じゃないのがきついんだぜ。とにかく小鎮工作で敵の能力も下げていく。なんとか粘っていたら、キレイが張飛に撃たれた。おいおい、蜂蜜軍の主力になんてことを。これからの戦いがより厳しくなったかも。
ここを守っても同数がまた攻めてくるんだろ。耐えしのぎ続けるしかないな。最後に上飛を撃破してなんとか勝利。ほんとよく勝てたな。3倍近く差があったのに。まだまだ粘れるといいんだが。というわけで、蜂蜜艇も結構攻められて危ない気がしてきたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。